令和モヒカン狩りを、作ってみたいと思います。といってもですね、これもうすでにカットしてありますので、今日はアイロンでですね、これはそんなに癖のないウィッグですので、アイロンでちょっとこうカールをつけて、で形がつきやすいような感じの、スタイルを作ります。でモヒカン狩りっていう、まあ、名前なんですが、まあ、モヒカンっていうのはインディアンから来ているものなんですね。ですからイメージとしてはなんかこうインディアンのような、まあ、イメージ、インディアンの歯のヘアスタイルのようなイメージなんですけれども、ただモヒカン狩りって本当にいろいろですよね。例えばですね、こうスポーツ狩りで上の方をすごくこう長くして、まあ、ちょっと三角形のような感じにしたものから、まあそれがスタンダードのモヒカン狩りだと思うんですね。ここからずっとつながってるような場合ですね、もあれば、まあもともとそのインディアンのような感じでですね、もう本当にここ全部剃っちゃって、まあ、ここだけをこう立たしてですね、そんな風にする、モヒカン狩りがあったりとかですね、まあ、場合によってはですね、なんかこの辺だけを残して全部こうこの辺全部取っちゃって、ここだけずーっとこうやって、まあ、これも、まあ、モヒカン狩りのイメージがあれば、まあ、モヒカン狩りという、まあ、範囲の中に入るとは思うんですけれども、で、まあ、さまざまあるモヒカン狩りの中で、まあ、イメージもですね、そのハードイメージだったり非常にこうソフトなイメージだったりいろいろありますけれども、まあ、今日はですね、このスタイルですから、まあ、これカットはしないのでこのままかけるんですけれども、これがですね、今ここ結構長い、これだけ長いんですね。この長さありますね。周りはこう一応フェードにしてですね、上の方ちょっとこうぼかしてあります。でこれをですね、今寝るのは寝てるんですよね。でこう癖をつけることによって、まあフォワードでもいいし、ちょっとこうこっちから分けて横に流してもいいし、でフォワードにかけるんですけど、まあ仕上げと普段の仕上げとしてはこう前髪を上げてですね、こうバック調にしてもいいし、まあ、いろんなスタイルができるような、その時によってですね、いろんなスタイルができるような感じにしてみたいと思いますけれども、でアイロンはですね、この長さを8mm、まあこれで 8mm っていうとちょっと細いような感じもするかもしれませんけど、これでですね8mm でかけるんですが、ただこの周りがですね、こう刈り上げてるところじゃなくて、その上にですね、これちょっと中途半端な毛があるんですよ。例えばこことかですね、こっち側も、この辺りですね、この辺りにあります。もしかしたら前のここですね、この辺りにあります。ここはちょっとこの上の長さと違っちゃってますので、ちょっとこの位置もともとなんか短い毛があってですね、そこは6mm で、ちょっとこう強くかけてですね、まあ、つながりがつくようにですね、そんな感じにしたいと思います。そして薬はですね、まあ、これウィッグでもありますし、まあそんなに、まあ、傷んでるわけじゃないんですけど、ウィッグなんですけど、これちょっと染めてある感じですので、まあ普通の人間の健康毛とは違います。それでですね、 GMT ベースでですね、今日かけてみたいと思います。GMT、まあ、人間の毛とは違うとは言ってもですね、 GMT というのはアルカリチオと比べればやっぱりカールは出にくいですよね。で出にくいですから、ですね、この技法としてはハード掛け、まあ、根元外しでですね、毛先と中間を技法としてはハード掛けでも、仕上がったカールとしてはそんなにそこまでそんなくるくるしているわけではないんですけど、一応こうハード掛けにかけます。で根元外しなんですが、まあ、場合によってはですね、このちょっとこの辺りですね、この辺りは、根元にですね逆アイロンを入れといて、その上にハード掛けをすると、まあ、前にやった時にですね、この辺がちょっと立ち上がると思うんですよね。ただ前髪は特にですね、こう後ろにやる時のために
後ろにかけるということではなくて、まあ、これは自然に前に下ろしといてですね、前にかけて、でカールがあることによって、後ろにも上がる、上げようと思えば上がると、そういう感じの作りですね。あのアイロンでこうバックのバックに行くようにこうかけるということではなくてですね、そうすると、まあ、あの結構自然な感じになりますので、応用が効くと思うんですね。フォワード、最初言ったようにフォワード系でもできるし、こう前髪上げるのもバックにするのもですね、分けた感じにするのも、まあ、様々なスタイルができると思いますので、まあ、そんな感じのかけ方でやってみたいと思います。まだこれ薬つけてないので、これから薬をつけて時間を置いて流して、その後、かけるようにします。じゃあ薬つけてみます。今これはですね、還元剤 GMT に血をですね、少し混ぜて、1割ほど混ぜて、自然放置で15分置きました。そして、流してですね、中間処理をして、オイルをつけて、今ちょっとまだこう湿ってる感じがありますけど、冷風で乾かしました。ちょっと水分が残っているような感じですね。じゃあこれをですね、まずは、短いところですね、短いところを先にかけます。この短いところは特に今回のスタイル作るために切ったわけじゃなくて、もともとここに短かったものですから、まあ、仕方なくというかですね、これをかける感じですね。短いところもちょっとこの長さがあったり、ちょっと中途半端な長さがあったり、いろいろですけど、一応ですね、ここを6ミリでかけたいと思います。じゃあですね、温度は160度ですね。もう失敗したいです。なんかちょっとはっきりしない、長さの差がはっきりしないものですから、スタイル的には本当にこんなのないと思うんですけど、ね、ここまあ、場合によって実際にもあのお客さんやる場合にもこういうところってよくあると思うんですよね。もともと短かったりとかですね、そういう時にはこうやって自分なりの対応を取るしかないですね。でこちらですね、中間やりながらも結構元の方までいってます。まあ、ここは本当にカールがあればつながるだけのカール、こう何もしてないとこうツンツンしちゃいますので、こうつなぎのためにですね、こういう中途半端な毛があったら細いので巻いてるといいですよね。
ところ右側にはちょっと残ってたんです。こっちはそれほどないです。もうすぐに長い毛ですから、ちょっと左右の条件は違っちゃいますけれども、じゃあこれでですね、このあと8ミリで、今日やろうとしているところを、ここはもう本当にこのウィッグこうなってるから入れたというだけのことですね。じゃあ色を変えます、はい、ではここからですね8ミリで巻いていきます。で、手毛花のあたりから、前は、前にですね、後ろは後ろに巻きますね、これ前から巻いていっても後ろから巻いていってもいいんですけれども、まあ、あまり長くてこうダウンステムにするような場合には、長くてダウンステムにするような場合には前から巻いていった方が楽だと思うんですけど、とりあえずちょっとですね後ろから巻いてみて、まあ、上の、後ろの毛が邪魔なようなら、タッカール取ってスライス取ってやってみたいと思います。じゃあここからですね、ここは少しですねちょっと毛花のところ、ここは根元を入れますね。そしてからですね、まずは先を抜きます。そして中間ですね、こんな感じで、今これ前の方の隙間が今後ろに行ってます。こういうふうにですね、この隙間のここ潰しちゃうと、ここ潰してしまうとですね、毛先傷んでしまいますので、そこはちょっと大事にですね。そして次にですね、ここはもう根元はいらないので、この辺から技法としてはハード分けですので、ちょっとこう刻んでいくような感じですね、長い毛をですね。そしてここでもここで一回かけて、ここも一回刻んで、そして今ここに隙間が後ろにありますけど、この隙間を今度前に、もうこっちにしました。こういう感じですね、ここも同じですね。こういうふうにかければ毛先が揃ってな、今日もそんなにきっちり揃ってるわけじゃないのと、ちょっと削いである感じなんですけど、まあ、そういう場合でもですね、毛先を傷めずにずらしてかければかかりますの で、ここからですね、少しこれ原型の高いところ、ここはここにですね、逆アイロンをしといて根元にですね、そして毛先をまずずらしてかけます。例えばここもうこの辺短くてこっち長いんですけど、ずらすことによって両方かかるんですね。で中間ですね、ここで一回しっかりかけておいて、でここでこの図ずらしてですね、この毛先、今こうやると毛先まで潰れないで丸まっています。でこっち側もですね、逆アイロン、軽くですね逆アイロン入れといて、そうするとこのこのですね立ち上がりますので、まあ、カールがあることで立ち上がりますので、そんなに逆アイロン入れなくてもいいんですけど、まあそんなに強いわけでもないと思いますので、まあ少しですねアイロンの力を、立ち上がりの力もここでつけてですね、そしてさっきこの短い毛があったんですが、こちらですね、ちょっとそのさらに短い毛、中間的な短い毛ここにありますね。ここのところだけちょっとここだけ巻きます。そしてここもまあ中間もまあずらしてはいるんですけれど、こんな感じですね。逆アイロン入れといて、ここですね、まあ、このぐらいの長さだと10ミリでやってもいいんですけど、
まあちょっとカード強く出して出しても仕上がりにはそんなに強いくるくるのようなカードは出ないと思うんですね。ですから、まあ、そういう意味でちょっと細い、アイロンでやってるんですけれども、この列まで逆アイロンを入れるようにしますね。モヒカン狩りって、まあ、そのインディアのようなイメージ一つの基本になっていて、そこからさまざまなモヒカン狩りっていうのがもともとあるんですけど、それに今回ですね、さらに令和モヒカン狩りということでですね、さらにそのスタイルがですねちょっと応用されるというかですね、何を称して、今回令和と、これももちろん当然ですけど、自由なわけですね。モヒカン狩りの定義っていう、最低限の定義っていうのがあるとすればですね、周り刈り上げてる、そうですね、本当にシルエットで説明するのにモヒカンシルエットみたいな感じで、周り刈り上げないでこうモヒカン狩りのようなシルエットにすることもあるかもしれませんけど、スタイルとしてのモヒカン狩りといえばやっぱり周りが刈り上がってるっていうのは一つの、定義だと思うんですよね。ただもう逆アイロン入れないで、そしてイメージが、イメージといってもこれ幅広いと思うんですけど、そのモヒカンのそのなんかこうちょっとですね怖いような感じのイメージですね。でそういうイメージっていうのはある、少しはそのニュアンスがあればいいと思うんですね。最低限少しはですね、まともにそれを出してもいいんですけど、応用というかですね、どこまでがモヒカン狩りと言えるかということでは、やっぱり周りが刈り上がっていること、そして、センターラインのところがちょっとシルエット的に高いことですね、そしてイメージがモヒカンイメージの、ニュアンスを持っているというかですね、モヒカンイメージの、ですからこれはカール自体はそんなにモヒカンイメージということではないと思うんですけど、ただもうこれ周りこれだけ刈り上げちゃって、こんなに薄いフェードのようなスタイルにしてあるってこと自体でですね、もうすでにこのつながってないようなですね、つながってないようなこのカットラインですね、これだけでももうすでにモヒカンイメージっていうのは出さないと思っても出ちゃってますよね。もうここだけ白くてこっちが長いわけですから、ですからこれはもうモヒカンイメージはこれで出てるとして、そして、周りが刈り上がっててシルエットがそういう上の方がですねちょっと尖るようなシルエットになると、トップが高い、そんなにこう三角形だけがモヒカンではないと思うんですけど、そういう要素をですね、含んでいればモヒカン狩りって言ってもいいと思うんですね、令和であってもですね。で今回はそういうのも含んでですね、このビッグに対してこういう技法にすることでの、一応モヒカン狩りということで、令和モヒカン狩りという名前にしてあります。はい、ここモーカーですね、この1個モーカーはですね、少しここのところ癖強そうなんで、ここは根元をですね、ちょっと押し出して、ちょっと軽く押し出してこうかけます。で、ここからですね、あとはもう普通に前でかけたのと同じようにですね、ちょっとこれ毛量が多いですから、同じようにかけると効きが悪いと思うので、しっかり刻んでいって、ちょっと時間もしっかり置きます。ここで置いてですね、
まあ、こうやって見てもですね、ここが効いてないわけですから、まあ、でこのカードがそのまま出るわけではありません。アイロンの場合にはですね、あのどのパームとは違いますので、ですからハード掛けしてってもですね、あのそんなにクルクルしたハードになるわけではありません。でもハード掛けをしないと、まあ、今回の場合ですね、この条件すべて条件を考えたときにハード掛けをしないとカールはすごく弱い、本当に弱い、かけたかかけないかわからないぐらいのカールになると思うんですね。ですからハード掛けであります。ただあのそれがもちろんダメではなくて、こういう虫かん狩りのようなイメージでも本当に乾かしたときに少しのカールが、ストレートではないカールがあるだけでももちろんその意味はあるんですけどね、アイロンパンをかける意味はあるんですけど、今回はそれよりももうちょっと、もう少しカールで出したいのでハード掛け技法でも、アルカリ治療でやってるハード掛け技法とはちょっと違う、かかり具合はちょっと違うと思います。ただ毛は傷まないでかけられる、傷めないでかけられるっていうのが、まあ、特徴ですね。でどんなに還元剤工夫したり、あの中間リンスやったりとかそういうのやってもですね、このかけるときに毛先折っちゃったりとかですね、必要以上に熱を入れすぎちゃったりとかですね、そういうことをすれば、まあ、その痛みっていうのはやっぱり一番強いと思うので、そこはやっぱり技術のところでは注意、当然注意しないといけないところですよね。まあ、後ろもですね、きっちり後ろまでカールあることによって、そのいろいろアレンジした、モヒカンとしてのアレンジしたスタイルができると思いますので、まあ何もしなくてもいいと思うんですけど、まあアレンジさせてこう立たしたり、トップの方はバックにしたりとか、さまざまなですね、まあこれだけ毛がありますのでいろんなスタイルできると思うんですね、その動かし方がですね。まあ、これ別にハードパート入れてるわけじゃないんですけど、場合によってはちょっとこの短いところを利用してですね、ハードパートを入れてもいいと思うんですけど、まあ、そういうふうにですね、さまざまな、ことができると思います。今こういう状態で巻き終わりました。こんな感じですね。じゃあこれにですね、2剤をつけて、流してみます。今はですね、これ流して、後処理をして、タオルドライをしただけの状態です。で、アイロンパーマーですから、こう濡れた状態で、まあ、このぐらいかかっていれば、まあいいと思うんですね。あの例えば前髪なんかはそんなに強くないですけれども、まあ、あのアイロンパーマーとしてはこんな感じですね。これに、スタイリング剤をつけて、上げたり、まあ、下げたり、まあ、いろいろできるってことですね。でこれよりもカールを強くこう細かいカールにしたい場合には、これはもうアイロンパーマじゃなくてですね、あの普通のコールドパーマの方がいいと思うんですね。別にコールドパーマでやっても悪くはないと思うんですけど、まあ、アイロンパーマはアイロンパーマの良さがありますので、まあ、伸ばせば本当に伸びちゃうような感じなんですけれども、はい、じゃあこれをですね、乾かしていきます。
手で揉みながらちょっとカール伸ばさない程度にやるけど、そんなに形を作るわけじゃないんですけど、前髪はですね、一応今日はですねちょっと上げてみました。で、じゃあこれにですね、スタイリング剤をつけます。水分が残るようなというか、ツヤが出るようなですね、スタイリング剤に、まあ、ちょっとこう固まるようなですね、そういうのが混ざったようなスタイリング剤がいいと思います。ワックスとジェルみたいなのを混ぜて、つけてもいいと思うんですけど、こんな風に前を上げるとですね、ちょっとこうハードな、本当にモヒカンっぽいイメージになります。でもうちょっとこう柔らかい感じにする場合には、前髪下げてですね、前も下げて上の方も下げて、すればもうちょっと柔らかい感じになると思いますけれども、一応今日はちょっとモヒカンっぽいイメージですね。で、この時にですね、今まあ、乾かすときにこう、もなんとなく持ち上げるように乾かしたんですけど、この辺だけですね、この辺だけ逆アイロンを入れてあります。逆アイロン入れてあるところは一旦根元は寝てるんですけど、そこからキュッとこう立ち上がるんですね。こういう感じですね。そして毛先にカールが出るような感じになります。まあ、他のところは、まあ、そういうのはやってないんですけども、ということで、今日はこの1個を使いまして、令和モヒカン狩りというテーマで、スタイルを作ってみました。アイロンで作るスタイルっていうのは本当に、アイロンというのはいろんなことができます。こうシルエット作ったりとか、カールの強い弱い、本当に、まあ、パーマ、コールドパーマとは違うですね、こう作るいろんなことができるっていう特徴がありますので、結構もっとこう使えるものじゃないかなっていうふうに思います。そして、そのアイロンもですね、やっぱり傷みやすいんですね、コールドパーマに比べるとですね。で、そういう時にですね、今日これもうほとんど傷んでないです。かけた割にはというかですね、やっぱりそれなりの還元剤を、髪に合った還元剤を使ってですね、そして、処理をしながら、基本通りやっていく。まあ、もちろんアイロンの、技術も当然、同じところをや、何度もやったりとか、毛先潰さないとかっていうことももちろん必要なんですけれども、まあ、そういうことをすることによってですね、まあ、いろんなものができると思います。そして、昔流行ったスタイルもですね、その時代時代で流行らせるというかですね、その時代を取り入れたスタイルっていうことで、こうリバイバルなですね、スタイルとして蘇ると思うんですよね。まあ、モヒカンっていうのは、まあ、いつの時代にもあるといえばあるんですけども、まあ、今ですので、まあ、ちょっとこうこれだけ薄くですね取ってしまうと、本当にしかもこうやって上げてしまうと、まあ、普通の人ではなかなかやりに、ちょっと難しいかもしれません。まあ、サラリーマン、普通のサラリーマンでこのスタイルって、まあね、まあ、サラリーマンって言っても様々ですけど、ないとは思うんですけれども、まあでもこれちょっとですね、この薄さをもうちょい厚くして、もうちょっと上の方もですね、ここもうちょっとこう厚く残して、で、これ今日上げちゃいましたけど、このフォワード系にしてですね、そうすると、まあ、ちょっと似たようなスタイルでもですね、本当に柔らかい感じになって、まあ、今の普通のというかですね、今のファッションに合うような風にもなると思います。まあ、今日はあえてですね、そのモヒカンっていうイメージをこう強く出したスタイルでやってみました。はい、ということで、今日は令和モヒカン狩りアイロンで作りましたけれども、